いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。今回は重要な基本操作、長押しでできることというテーマでお話しさせていただきたいと思います。私たちスマホのコンシェルジュのチャンネルでは、スマートフォンの操作方法に関して初心者の方にもわかりやすく丁寧に解説しております。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。 スマホの基本操作の一つに、長押しという操作がございます。タップと似ていますが、タップが指で画面をポンと触ってすぐに離すのと異なり、長押しは2秒間ほど画面に触れて離す、もしくはそのまま画面に指を触れたままにするという押し方をします。 スマホはこのタップと長押しを区別して認識しますので、同じアプリの同じ場面でもタップと長押しでできることが違ったり、何も反応しなかったりします。後ほどまたご説明いたしますが、例えば Android の一部機種では着信履歴を表示する画面において、履歴をタップした時と長押しした時で表示されるメニューの内容が異なります。 使いどころによって長押しにどういう機能が割り振られているかはある程度のパターンがあります先ほどのようにタップと異なる機能やメニューを表示したり複数のものを同時に選択するまた何か画面上のアイテムをつかんで移動するといった使い方が多いですなので今回はそういったパターン別に さまざまなアプリでの長押しの役割を見ていきたいと思います。なるべく操作時の感覚的な部分も交えて説明していきますので、個々のアプリで長押しをした時の効果を覚えるというよりは、これをこうするには長押しかなと思えるようになるといった操作の勘のようなものを養う助けとなれば幸いです。ちなみにスマホに慣れないうちは、 皆さん、画面をギュッと強くタップしてしまいがちです。すると、画面に指が触れている時間が長くなり、長押しと認識されてしまうことが多々あります。これにより、同じ操作をしているつもりでも、なぜか違う画面が出てしまう、思った様子にならないということが起こります。心当たりのある方は、画面に気持ち弱めに触るようにしてみましょう。 スマホの画面は人間の体に流れる静電気を感知してタッチを認識しているものが多いのでそれでもタップは認識されますそれでは操作の種類ごとに活用例を見ていきましょうこういう時は長押しすればよかったのかといった発見があればと思いますまずは一つ目長押しは 画面に表示されていない機能やメニューを呼び出すといった時に使われることがあります。ちなみにパソコンをお使いの方はマウスを右クリックした時と感覚的には似ているかなと思います。例えば教室でもとてもよくご質問いただくのですが着信履歴を削除して整理したいと思った時、 冒頭でも簡単にお見せしましたが、今回は Android の着信履歴画面を見てみます。ここの非通知の着信を履歴から削除したいと思ったとき、どうやって削除ボタンを探すでしょうか。とりあえずは、こちらの履歴を普通にタップしてみます。すると、連絡先に追加といったメニューが開きました。 この中には削除は見当たりません。画面を見渡すと、右上に3つの点のアイコンがございます。このアイコン、非常に登場頻度の多いアイコンで、おそらく過剰書きのリストの点々を模しているのだと思いますが、他にもここにメニューが格納してあるよという意味で利用されます。こちらをタップしてみましょう。 すると、こうしたメニューが開きました。やはり、ここにも削除が見当たりません。こういうときは、試しに長押しをしてみます。すると、ついに削除が現れました。また、iPhone の SMS 用のメッセージアプリでは、メッセージを普通にタップしても何も起こりませんが、長押しをすると、このようなメニューが表示され、こちらからこのメッセージの削除を行うことができます。このようにして、長押しをすることで、削除や共有といった隠れていたメニューが出現するといったことがあります。 それが顕著なのが LINE で LINE のトーク画面でメッセージを長押ししてみるとこんなにもたくさんのメニューが出てきます何かまずいメッセージを送信してしまった場合にメッセージを取り消すための送信取り消しはここにありますのでこれは覚えておきましょうまた Android では通知の受信に関する設定を長押しで簡単に変えることができます。このようにスマホに表示されるお知らせのことを通知と呼びますが必要なものと不要なものをきちんと分けていないとひっきりなしに通知が発生しスマホが鳴りっぱなしになってしまうので非常に煩わしい思いをしている方も多いかと思います。 ホーム画面を上から下にスワイプすると受信している通知を一覧で表示する通知パネルという画面が開きます通知パネルに表示してある通知どれか一つを長押ししてみるとこの種類の通知を受け取るかどうかのスイッチが表示されますここでさらに すべてのカテゴリーとタップして進むとこのアプリからの通知自体を受け取るかどうかというスイッチに遷移します不要なアプリからの通知は通知を受信したときにこのようにオフにしておけば徐々に不要な通知を減らしていくことができます続いて 複数選択状態にするという場面について見てみましょう。この操作は Google 系のアプリに多いのですが、複数のアイテムにまとめて操作をかけたいという時に長押しが利用されます。例えば Google フォトを見てみましょう。Google フォトで写真を削除しようと思うと、その写真を開いて、 右下の「ゴミ箱」のアイコンをタップしてという方法がございますただこれだと一枚一枚この手順で削除していかなければなりませんこんな時は試しにこの画面で写真を一枚長押ししてみましょうするとこのように長押しした写真にチェックマークがつき 画面の上にいくつかのメニューのアイコンが出てきましたこの状態になったら他の写真もタップしていくとどんどんチェックマークがついていきます最初の1回は長押しですが2枚目以降はタップで大丈夫ですこれで複数枚の写真を選択しているという状態にすることができます あとは上のアイコンで削除や共有が選べますので一度に複数の写真に対して削除や誰かへの送信を行うことができるという仕組みになっていますこの操作は Gmail でも類似の操作が見られます普通にメールをタップするとメールが開きますが メールを長押しすると、このようにチェックマークが現れます。他のメールも長押しすると、どんどんチェックマークを増やしていくことができますので、Google フォトと同様、この状態で上部のアイコンをタップすると、チェックをつけたものをまとめて操作することができます。 ちなみに Android のメッセージアプリもメッセージ部分を長押しすることでメッセージの色が変わり上に削除や共有のアイコンが表示されるようになります続いてこちらも非常に対応する長押しによって何かをつかんで移動するという操作について見てみましょう。 例えば iPhone、Android ともにホーム画面のアプリのアイコンはタップするとアプリが起動してしまいますがそのまま指を離さずにいると指にくっつけたまま任意の場所に移動したり削除を選択したりすることができるようになります。 また、カレンダー系のアプリで多いのは、一度入力した予定の時間が変わってしまった場合、長押しでその予定をつかんで移動させるという操作が可能な場合がございます。画面は Google カレンダーの画面です。美容院の予定が1時間ずれたといった場合、この予定を長押ししてそのまま新たな時間にずらすことができます。 わざわざタップして時間を編集し直してという手間がかかりません。また、文章の入力中の長押しについても見ておきましょう。文章の入力中は、絶えずこのように点滅する縦の棒が表示されています。これをカーソルと言い、入力した文章はこのカーソルの位置に入力されていきます。 文章の途中を修正したいといった場合は、このカーソルを目的の場所まで動かす必要があります。iPhone での文章作成中は、文章のタップしたところにカーソルが移動していきます。また、文章の上を長押しすると、拡大図を見ながらカーソルを目的の場所に滑らせていくことができます。 アンドロイドでもほとんど一緒で文章のタップしたところにカーソルが移動してきますカーソルの下にある涙のようなアイコンを長押しするとカーソルを目的の場所に移動していくことができますまた iPhone では 写真やテキストなどを掴んでメールに持っていくとそのまま添付できるという操作ができるようになりましたドラッグドロップといいパソコンでは似たような操作をすることがよくありましたがそれのスマホ版というイメージですただ片手で写真を長押ししたままもう片方の手でホーム画面に戻り メールアプリを開いてから指を離すといったちょっと器用な操作が必要です慣れてきたらぜひ挑戦してみてくださいその他これまで見てきたパターンとは少し異なりますがカメラアプリでは シャッターボタンを長押しすると、機種により異なる反応が起こります。長押ししている間にひたすら連写を続けるという機種と、押している間だけ動画撮影に切り替わるという機種がございます。最後に、Android では長押しと判定されるタップの時間を調節することができます。 意図せず長押しになってしまうということが多い方は設定を変えてみてください。設定アプリを開いて下の方にあるユーザー補助というところをタップします。ユーザー補助とは操作のしづらさを解消するためのメニューがいろいろと格納されています。フォントサイズ、いわゆる文字の大きさもここに変更する項目がありますので 文字が小さくて見づらいという方はこちらを探してみてください次の画面で中段あたりに長押しする時間とありますこちらで短め中長めとありますので調節することが可能ですタップが長押しと認識されてしまって困っているという方はこちらは長めす とととすすることで簡単には長押しと判定されなくなくります本動画のまとめとして削除や共有といったあるはずの操作が見つからない時や何かを並べ替えたい動かしたいという時は長押しを試してみましょうタップだけではできない操作が隠されているかもしれません 慣れてくると自然と長押しすべきところがわかるようになってきます。まずはこういうパターンがあるということを把握して操作の勘を養っていただければと思います。また今回紹介した以外にも長押しで思わぬ機能が発動することがありますので、ぜひ他にも色々と試してみていただければと思います。思わぬ発見があるかもしれません。 当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけると幸いです。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。